改めまして星京香です。よろしくお願いします。今月6月になってもう1年も半分経ってしまったなって思って、そういえばアクターズに入って私がもうすぐ1年に経つんですよ。それで思ったことは、なんか最近になっていろんな人に自分を知ってもらえてるなっていう感じがしていて、撮影会とか、まあ、交流会とかの時もいろんな人とお話しして、なんか自分を知ってもらえてるっていう感じがしていて、なんかすごいありがたいことに、なんか自分の中で変化がいっぱい、アクターズに入ってから変化がいっぱいあったんですけど、変わってないことがあって、今日アクターに来るとき、自分の最寄りの駅まで自転車で行って、そこから駅に乗ってきたんですけど、ショルダーバッグと手持ちの荷物を持って駅に乗ったんですけど、大通りに着いてから自転車のカゴに 手に持ってた荷物置いてきちゃったことに気づいて、結構忘れっぽい性格があるんですけど、あと駅に着いて乗ってコンタクトしてないっていうことに気づいたり、いろいろなんか忘れっぽい性格なんですけど、もっとなんか自分を知ってもらいたいので、交流会とか、あと6月の25日とか撮影会とかあるんですけど、そこでいろいろお話をができたらいいなって思います。それでは次の曲聴いてください。翼。